始まりました、スマブラ博士。はい、 MC を務めさせていただきます、ジャパニーズ小池です。よろしくお願いします。さあ、もう画面に見えてると思いますが、今日はこのお方にお越しいただきました。自己紹介お願いいたします。パンカズ使いの鳥ぐりです。よろしくお願いします。はい、鳥ぐりさん、よろしくお願いいたします。まあこれ動画上がってる頃にもきっと皆さん記憶にまだ新しいと思うんですけれども、BOBC6 で、もう素晴らしい活躍を見せてくれた鳥ぐりさんにですね、今回はちょっとお話を聞きたいなと思っております。もちろん鳥ぐりさんの番数講座っていうのは前に出ていただいた時に撮っていますので、それ概要欄の方に貼ってありますので、それ見ていただければいいんですけれどもね。鳥ぐりさん素晴らしい。ちなみにですけど、最終結果、BOBC での最終結果っていうのは何位になるんですか？5位タイですね。強い。やばい。いや、もちろんね、ハートさんが優勝してっていうところはあると思うんですけれども、この後にね、実際の映像を見て、こういろいろお話を聞きたいなと思ってるんですけれども、MK レオ戦ね、あったと思うんですよ。その辺の話なんかもちょっと聞いていきたいなと思いますので、ぜひね、試合映像で、試合の対戦のお話っていうのはこの後の動画、その前の会場の雰囲気だったりっていう鳥ぐりさんのお話っていうところをメインで聞いていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあレギュラーの紹介です。はい、レインです。お願いします。はい、レインちゃん、よろしくお願いいたします。そして、はい、ピオネネです。よろしくお願いします。はい、ネネちゃん、よろしくお願いいたします。レインさんは BOBC 見てました？っていうか見れないような、その時間的にな、その社会人はきついような。ねねちゃんもきついもんね。私もなんか、その動画、そうだよ、ね、上がってる動画で見ました。はいはいはい。僕ね、見てないんですよ。でも違う違う、もう決まってたじゃないですか。BOBC で日本人結果出すと思うから、その方をお呼びしたいなというあれだったので、じゃあそしたらまたいつもみたいに見ようよ、こうやってね、映像を見ようよってなってたんで、貯めときました。ここちなみに MK レオトリグルはマジで見たかったけど、絶対にトリグルさん呼んだら見るだろうなと思って。そうだよね。解説を聞きながら見たい。決まってからも俺見てないです。てかまあ最近そのパターンばっかりなんで、楽しみは楽しみなんですよ。なんですけど、まず、BOBC に向かったのってどれぐらい前ですか、トリグルさん。4月の27の夕方ですね。うん、3月 ?4 月。あ、3月、27の夕方に向かって、で、まあ、1日半なり2日ぐらいかけて到着して、っていう感じ。まあ、8時間ぐらいかけてですね。あれ、そんなもん？東海岸。そう、海岸で言ってましたよね。西海岸。西海岸は12時間かかるんで。ああ、そうなんだ。じゃあ東です。でも意外と8時間なんですね。8時間？近いね。8時間、9時間で。一本も、いや直通で。てか、場所どこだった？そもそも。バンクーバー。バンクーバー。カナダ。東、うん、どこ？カナダじゃない？いや、多分アメリカですよね。どこ？いやいや。カナダ。カナダ。あ、カナダか。8時間で行けるの？日本、アメリカと思ってました。ね。てか、その8時間でカナダ行けるんですね。別にその飛行機の中でも辛くはなく。まあ寝てたら着きました。いや、いいなぁ。もう8時間だったらね、ちょうど。8時間。そうだね。俺は寝れないんですよ、社会人じゃないんで。ダメなんです。まずさ、でもさ、せっかくだからさ、はい、今回、なんかいろいろあったじゃないですか、行く前に。あ、ありましたね。フラットさんが。そうだそうだ、フラットさんの話ちょっと聞かせてくださいよ。そうですよ、はいはい。まあ、チームの方はまたね、置いといて。うんうん。まあ、遠征費用意できなかったじゃないですか。そうですね。あれって、もうなんかフラットさんから直接連絡来て。多分リオくんが連絡取ってくれたみたいで、うん、で、ついでに僕も拾ってもらったって感じですね。リオくんが前 FTG 入ってて、まあ、それでフラットさんと関わり合ったん で、それで多分声かけてくれて、リオくんがフラットさんに。うん、で、僕も一緒の、リオくんと一緒のチームだったんで、拾われて、で、フラットさんが、まあ、クラウドファンディングみたいな感じで、うん、こ
声かけてくれてすぐ集まったって感じですよね。1日とか2日レベル。いやそのレベルでしたね。数時間ですごすぎる。なんかあのまあ視聴者の方ね、大部分の方あの皆さんなんとなく経緯は分かると思うんですけど、まあリオ君とトリグリさん所属してるチームがちょっと経営的に難しくなっちゃってっていうのが急遽ね決まって、でまあ BOBC このままだと行けなくなるってなった時に、まあ、リュウオ君が元所属してたフラットゲーミング、この間ね、あのスマブラハウスの動画にも出てくれましたけど、フラットさん、ね、あの秋葉原の動画でね、出てくれましたけれども、が、まあ、リュウオ君から、まあ、連絡行ったのかどうかっていうところで、まあ、ちょっと手助けしますっていうことで、クラウドファンディングしてくれて、ね、先ほど言ったように、もう1日2日かかんないで。いや、集まった理由は、もうみんな、リュウさんとトリグリさんの試合が見たいから、はい、そうです。すげえなって思いました。で、またさ、うん、その、結果も先にね、言っていただきましたけど、その状況ってすごいプレッシャーになるじゃないですか。確かに。ですよね。俺だったら、まあ、どう感じるかわからないけど、いや、きつーと思う可能性あると思うんですよ。うん。こんなに、こう、期待されて、こう、話題の渦中にね、祭り上げられちゃって、きっちりなって思うことあると思うんですけど、その中で5位って、やっぱ波じゃないなーっていうのはすごいなっていうので、もう、っていうのも含めて、まあ、トリグリさんに声をかけたいなと。うん。言った経緯なの。あと、個人的には、前回一緒に出れなかったから、はい。行きたいなっていう。はい、そうだね。なんで、あの、フラットさんやっぱかっこいいなと思いました。本当に。本当ありがたいですね。いや、本当にすごいっすよ。いや、なんかあの、スマブラ界隈として、動き方としてめちゃめちゃね、いや、いいなって思って、はい、だから、せっかくだからこれはちょっと紹介しておきたいな。いや、そうですね。勝手ながら、フラットさんのあの、ツイッターの方もね、あの、概要欄の方に貼っておきますので、やっぱりね、こう、才能ある人が、なんか、ちょろっとしたところでね、活躍の場が失われるのを、こう未然に不正で与えてあげたっていうのは、うん、すごいかっこいいなと思ったんで、うん、そうですね、本当にその中でやっぱりプレッシャーはあったって言ってたじゃないですか、鳥海さん。でもどっちの方が大きかったですか、頑張んなきゃなっていう気持ちなのか、それともいやこれはもう元から行く予定だったし、うん、あの自分がやれることだけやろう、どっちの方が気分的にこう大きかったですか、割合。まあ、前者ですかね。あ、そうだよね。ねねちゃんだったらどうですか、もし同じ立場で。じゃあいいよ、クラウドファンディング誰かにしてあげるよって言われたら。きつくない？そう。いや、嬉しいよ、めっちゃ嬉しい。そう、嬉しいけど、うん、けどっていう。だよな。ありますね。いや、そうなると思うんですけど、その中でね、結果を出す弾力というか。いや、すごい、本当に。もっとね、フラットさんもね、自慢して、俺が行かせてやったんだわ。確かに、フラットさんね、全然そういうの出さないからね。出さないからね、いや、すごいですよ。で、まあ、カナダ、バンクーバーの方に着きまして、で、どれぐらいの、その、期間あったんですか？なんて言うでしょう、着いてから到着から大会まで例えば2日間あったよとか時差直す時間、まあ、なんとなくあったよとかそういう感じなんですか。もう着いたその日にそのプレローカルがあって、はいはいはい、それ出てその次の日もあって、うん、で3日目でダブルス、はい、で4日目で本戦って感じでしたね、はい、あ、じゃあ意外と向こうのねでプレーもしつつ時差みたいなのって治りました。いや、時差ボケはあんまり感じなかったです。あ、そうか、向こうで寝てたから。飛行機でも時差ボケはします。まあするけどさ、向こう着いたの朝っすか。向こう着いたのはお昼ぐらいですね。ああ、でもお昼が一番いいね。ね、そうですね、活動してそうね、でちょっと疲れたな、寝て夜だから。そうだよね、夜寝れるからみたいな。いや、すごいっすよ。ほんで本戦始まりましたと。本戦始まって、まあもういきなり行こうか、 MK レオ戦っていうのはこれ今書いてあるんですけど、トップ32の位置で当たるじゃないですか。そうですね、はい、トップ32まででもやっぱり相当しんどい人たちと戦ってきたと思うんですよ、はい、その中で今回映像を一緒に見るのはちょっとMK レオ戦にさせていただきたいなと思ってるんですけど、はい、その前の試合とか、まあ、その後の試合でもいいんですけど、印象に残ってる試合ありますか。まあ、自分の中で、うん、まあ、予選は結構難なく突破できて、うん、はいはい、僕予選と本戦同じ日に、はい、やるブロックだったんですけど、はい、で本戦の1戦目の、うん、マリオだったんですけど、うん、まあ、そこでの動きが、まあ、結構良くて。なるほどね。そう、
あの 3-0 で勝ってたんですけど、はい、2試合目とか 1-3 ストック、はい、僕が1で相手3の状況から勝てたりして、はい、結構、まあ、防御面と攻撃面どっちもいけてるなってそこで感じましたね、感じたの、はい、確かに海外で1、3回やったら僕いけんなまあやっぱそういうのは事前にあったんですね、はい、なんとなく、あ、今日動きいいよみたいなのは感じましたね。そうなんだ。いや、その映像もね、俺これ終わったらあのもういくらでも見れるんで、トリフリさん回が終わったらようやっと見れるんで、そうやって手応えは感じつつ、まあ、トップ30に MK レオ戦になるんですけど、あのその前に盤上&カズイって海外的に対策しきってるなみたいなのってやっぱあります？まあね、もう出てからだいぶ経つじゃないですか。なのか、いや変な話、前にプロトバナムさんが来てくれた時に面々対策向こう全然できてないんですよみたいなのがあったんですね。バンジョー&カズイの方がなんなら面々より少ないような気がしてしまうんですよ、僕は。海外の大会出てるわけじゃない。日本で見ても少ないから。ね、確かにね。そんな気は。見たことない。ただレア社のこうキャラクターだからなんか海外人気あったりするのかなとか、トッププレイヤーの中に少ないだけで、俺が知らないだけで、たくさんいるのかなとか、なんか、こう、いろんな想像はできちゃうんだけど、いかがでした？こう、対戦してみて。あ、やっぱ日本の方が対策進んでるなとか、やっぱそういう感じはありました？いや、まあ、強くは感じませんでしたけど、はいはいはい、まあ、でもやっぱり。まあ、してくる、してるよね。はい。それはね、もちろんね。でもやっぱあっちの方が対策はできてないかな。うん、まあ、そう。日本よりは。そうなりますよね。だから、トリグリスさんとか、そういった方が、やっぱ、ひしめいてるじゃん、日本って。変な話。例えば、リュウオウ君もそうですよ。ね。ディディアスさんに海外だけどね。うん、そうね。なんつうの、こう、トッププレイヤーで、こう、いろんなキャラクターを使っている人たち。うん、うん、そういう言い方が正しいのかな。まあ、なんか、パルコだったり。ああ、うん、そう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 。やっぱ、そういう人たちを対戦相手として迎える海外勢の人たちって、多分、相当しんどいと思うんですよ。層が厚すぎて、日本の。レベルが高すぎて。ね。トッププレイヤー中のトップ、まあ、日本、まあ、世界一、今、とかね、ハート君ってことにはなってるだろうけど。まあ、ランキング決めたら、アコーラ君。はい。そうね。やっぱ、レベルちょっと高すぎるじゃないですか。その中で、言い方正しいかどうかわかんないですけど、マイナーキャラクターっていう言い方して、なんかね、嫌な気持ちになってほしくないんですけど、こう、うまい言い方が見つかんないんで、の、バンジョー&カズーイをやっぱ持ってったら、ドギモ抜いちゃうと思うんですよ。うん、なんこれみたいな。わかんないよみたいなのはやっぱ、なんとなく感じる。感じますね。やっぱそうなんだ。うん、あやっぱそうなるよね。え、変な話、会場とかでフリーもしてくれよみたいなのってあったりしました？まあ、あんまなかったですね。へぇー。まあ、そうか。どこでね、いつバンジョー&カズーイと当たるかわかんないもんね。そうね。当たる可能性低いから。低いからね。他のキャラ優先しようって。まあ、あとはあれじゃない？そんなにずっと会場にしたわけじゃない。そうですね。まあ、僕も。試合終わったらってな。そう、僕もあんまフリーしないんで。あ、そうなんだ、そうなんだ。思ってたんで。そもそもフリーしない。なるほどね。え、誰か向こうに行って対戦したかった人とかっていました？もしくは対戦できました？したかったって、まあ、スパーゴとちょっとやりたかった。まあ、クルーバトルでちょっとやったんですけど、はい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 、本当に、三先でやってみたかったですね。うん、まあ、そうだよね。やっぱ、そういった対策みたいなのも、トリグリさん側は、割と練っていってた。いや、特に、そんなこと、まあ、今までとかはない。そうだよね。日本のこう、強い人たちに当たるわけではなかったから。そうですね。うん。逆に MK レオとかやっぱ見てた？いや、見てないです。へぇあ、そうなんだ。いや、もう早く見たいな。ここに今ね、もう映ってるんですよ。返しのモニターに。ね。ね。ただ、トリグリさんの話も聞きたいなと思うんですけど、ね、なんか、レインさんありますか？いや、なんか、海外初めて行って、うん。まあ、ぶっちゃけ、面白かったですか？いや、面白かったです。ああ、すごい面白かったな。それはどう、こう、まあ結果出したっていうのもあるし、ね、自分のスマブラがこうできた、実力を示せたっていうのもあるんでしょうけど、うん、なんか海外的にというか、これ美味しかったでとか、うん、なんかこうカルチャーとしてとか、ね、遊びとしてなんか面白かったことってあります？やっぱ規模がやっぱ違いますね。確かにそうだね。会場でかくて、でかいね。なんかいろいろブースがあったりして、はいはい、うん。なんかいるだけで楽しい。確かに。はい、雰囲気が楽しかったですね。確かにお祭り感はありますよね。そうですね。うん、
うわ、ここ出てんだ俺みたいなね。エモの時もなんとなく感じましたけど。まあ、日本も素晴らしいね。いろんなブースあったりするけど、まあ、出慣れちゃってるっていうところもあって、海外のね、そう、こう規模感というか、うん、ね、あの、わちゃわちゃ感も相まって、すごい楽しかったんですよ。それならすごく良かったですし、はい、なんか充実、もちろん結果もそうですけど、プライベートの方もそうやって楽しめたってなったら、すごい充実してて、ね、次なんか出たいやつとかってあります？いや、今はそんなに考えてはないですけど、うん、まあでも、また行きたいなと考えてますね。もう、でもそうなるよね。そうですね。ねねちゃんなんかあります？ドリブリさんに。そのチーム大会はどうでした？あ、そうだね。あ、チーム大会。うん、リュウオ君と出たんですけど、はいはい、一回もフリーもせずに、はい、挑んだんですけど、うん、まあチームっぽいことはできなかったけど、もう個々の強さ、うん、でしょうね。あんたら二人いたので、ね。で、まあ、トップ8まではいけましたね。はい。すごい。いや、すげえよな。楽しめてるですね。そう、楽しかったですね。いや、素晴らしい、本当に。いや、もうね、海外大会行けるっていうのもそうですけど、行かせてくれたっていう言い方はね、フラットさん的にね、本望かどうかわかんないですけど、でもフラットさんのおかげだとは思ってるんですよ。助けてくれたって。うん。ね。その中で結構もともといける実力があるから、もちろんそういう条件が取れてて、はい、ただその時何かあった時も助けてもらえるほど注目度があるっていうのは、ありがたいことです本当に。いやでもなんかトリグリさんのそれってやっぱ人柄だったり今までやってきたことの成果じゃないですか。だってじゃあ小池が行きたいって言っても行けないんですよ。でもマジでそうでしょ。そうですね。そう。そうよ。そう。あらたまって言うなよ。傷つくから自分で言ってたけど。でも、そうじゃないですか。ね。他の人たちもそうっすよ。ね、ねねちゃんだって厳しいかもしれない。BOBC 行かせてくださいって言われたら、やっぱり今までの活動とか、やっぱね、結果とかって大事じゃないですか。そうね。うん。それを、みんなが満場一致で、それこそね、1日2日、1日かかったかな、あれ。そういうレベルでもう、フラットさんが言って何時間後とかに集まってますみたいな感じだった気するんですよね。でもそういうね、うん、ぐらいやっぱみんながこう注目してた。うん。てか頑張ってほしいなって思ってた。まあそれは僕らも一緒ですし、僕らもね、こうなんか生やし立てるっていう意味じゃなくて、グループラインで、こんなになっちゃったけど大丈夫ってやっぱなってたんで、うん、やっぱレインさんなんかはね、こう e スポーツの中の人もやっている、めっちゃ追っかけてましたね、うん、そうそう、うん、っていうのもあって、俺たちもやっぱ注目してたし、その上でね結果を出したっていうのは本当にかっこいいなと思ったんで、なんか普通にその海外行くときにやっぱ日本がしかほぼいないキャラで、海外で超見たいんですよ。うん、そうだね、めちゃめちゃ通用するパターンと、もう全然通用しないパターンは、い、二極化で、うん、もうめちゃめちゃ通用するパターンだと思ってたから見たかったと思われるんですけど、そうですね、すごいなと思って。トリグリさんのこと好きだもんね、あなた。俺だって、ここからトリグリさん、トリグリさん。そう。ね、ずっと言ってるもんね。でも何やるってなって、あ、そっか。バンカツだもんな。でも、ビオビシ、これはトリグリさんや。そう、トリグリさんね、かっこいい戦績というかね、もう、出してくれたんで、もうじゃあ、次の動画 MK 両戦ちょっと振り返っていきたいなと思うんですよ、はい、実際の映像を見て。あ、ちょっと何個か聞いて。あ、いいよいいよ、ごめん。海外行ってなんか対戦してなんか印象的だった選手いますか？うーん、全然トーナメントの中でもいいし。ベースメイジ。おー、そうなんだ。なんかすっごい一回外出したら、はい、もうすごい復帰阻止に来る、そういった追いかけてきて、まあ、バンカーズ復帰強いけど、何回も復帰阻止されて、うん、こんな外出てくるプリン初めてだなと思って。まあ確かに、ね、プリンの長所っちゃ長所ですけど、ね。でも阻止されそう。上 B とか関係なく空への投げから、横 B の無敵しかない。そう、横 B の無敵があるから、まあちょっと来るの、あんまり恐れてこない人、ビビってね、多いんですけど、まあそれでも、ガンガン来た。なんか、あ、俺も聞きたいことありますわ。海外的、よく言う、例えば日本と海外の違いみたいなところで、海外がこう、なんでしょう、テンポが速いとか、うん、うん、攻めるスピードが速い、うん、ガイドを使うより技出した方がいいみたいなので、そういうの含めて、こう、スピード感が速いとかよく言われるの、そういうのは感じました？まあ、感じましたね。あ、感じるんだ。どちらかというと、まあ、前回の解説の時に、教えてくれた、バンカズって、
こう自分からガン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 行くっていうより、しっかりと相手との間合い測ってっていうキャラクターだよっていうのを教えてくれたと思うんですけど、それって関係あるもんなんですか？僕みたいな素人なんで分かんないんですけど、相手が早かろうが自分がやりたいことを、うん、一貫してやるっていうスタンスなんで、それをこう如実に感じるのかなっていう疑問なんですけど、やっぱ感じました。そうですね、はい、やりづらいんですかそれって。まあでもそれに対応できた動きができたんで、まあ、ってことですよね、はい、うん、守りって書いた時ってすごい難しくて、はい、なんかそのでもそれでも守りきる技量がもともとないと守りきれないんですよ、うん、そうですね、そうだからすげえなって思います。それをさばききったってことですもんね、5位ってことは。まあそういうことになりますね、うん、そうだよね、うん、まあ、あんま自分で言いづらいよ、さばききりましたもんね。さばききんなきゃ番数は無理なんですよね、ね、別に押し付けて強いキャラじゃないから。そうですね、いや見たいっすよ、もう MK レオ戦もうね、うん、ね、じゃあちょっともう行きますか。じゃあ次の動画になると思うんですけれども、トップ32の位置で、MK レオ VS、トリグリバンカズがね、当たった試合っていうのは、もちろん皆さん結果とかスコア知ってる人もいると思うんですけど、知らない人はね、とんでもないことになってるんで、もうぜひ、次の動画見ていただきたいなと思います。それじゃあね、概要欄の方に、先ほども言いましたけど、もちろんフラットさんもありますし、フラットさんのね、ツイッターの方もありますし、トリグリさんのツイッターと YouTube チャンネルの方貼ってありますので、ぜひね、見ていただけたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。